戦勝記念塔とは、太陽国のバンコクラーチャテイウィークにある記念塔である。太陽国軍は、1940年から1941年に渡って起こった、対フランス領インドシナフ運送で、フランス軍と戦って勝利した。この勝利を祝うとともに、この戦争で戦没した太陽国軍将兵を、慰霊するために、1941年に、 太陽国の首都のバンコクに建てられた。この塔はパホンヨーティン通りとラチャウィッティ通りが交差するところに位置し、周囲はロータリーとなっている。パホーンヨーティン通り上にはバンコクスカイトレーンスクムイット線が走っており、アヌサーワリーチャイサモーラプーム駅からスカイブリッジを通り、このロータリーに出られる。ロータリー外側全周がバス停となっており、路線バスが多数発着しているほか、 ハイエースを使用した乗り合い版も一部が発着している。なお、上記のロッツーについては、かつては全路線がここを発着としていたが、現在は政府の方針により交通渋滞緩和のため、タンマサーと大学など近距離便のみの発着となっているため注意が必要。アユタヤやメイクローン駅方面などの長距離便は、この戦勝記念塔ではなく市内の東、南、北の 各ターミナルからの発着に変更されている。ありがとうございます。